皆様こんにちは。こんにちは。エコワークス代表の小山です。今日は横浜に来ています。はい、じゃん。どっかで見られたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、住宅系 YouTuber で日本一の楽寿建築の本橋さんです。あ、トラさん忘れてました。ですね、トラさん来てもらいましょう。はい、トラさんです。7万人ぐらいのチャンネル登録がありまして、はい、多分それは一番役に立ってるということですよね。日本の中で一番。なんでなんでしょうね、まあ、そういう視点でこのチャンネルを見ていただいている方に、うん、YouTube を勉強してどう住まい作りを成功させるか、うん、ということを本橋さんにインタビューさせていただきたい。よろしくお願いいたします。本橋さんはどんな方が、うん、YouTube を勉強して行かれると、うん、住まい作りが成功に向かわれるのか、向いてない方もいらっしゃるのかもしれない、うん、基本的には家作りをこれからしようとする方、もしくは新しく賃貸でもいいんです、これから借りようとする方、結局は全員見てほしいんですよ、うんうん、建て終わった方も見てほしい。あ、建て終わった方もですね。そうですね、うん、住まい方とかも重要なので、うん、なるほど。今年間何人ぐらい相談が、うん、覚えきれないぐらいなので、月間で60件とか、まあ無料で相談をしているので、うん、気軽に相談していただければなと思うんですけども、うん、ちょっと時間がかかるとは思います、うんうん、もう忙しいですもんね。すみません。なるほど、ね、過去いろんな相談を受けられて、はい、うん、まあ、YouTube 活用の住まい作りでの成功例、はい、失敗例をちょっと教えていただければ。成功例としては、ちょうど土地を買う前に私の動画を見てすごく助かりましたっていうコメントをいただいたりするんですよね。まあ、買う前のチェック法とか、買う前にこう揃えなきゃいけないものとかっていうのをうまく、まとめられてる動画っていうのがあったりもするし、本橋さんは一級建築士でもいらっしゃるし、うん、不動産もご専門で、はい、不動産コンサルティングマスターという、はい、とても専門性の高い資格もお持ちで、うん、はい、両方ご存じなので両方アドバイスされてらっしゃるんですよね。そうですね、うん、YouTube 見ちゃいけない情報もあったり、だからその情報のこう選別も大事かなという話ですね、うんうん、それはいわゆるポジショントークと言われるようなことですかね。そうですね、そうそう、うん、特に住宅系で多いですかね、うんうん、この断熱がいいんだよとかいうのはありえない、それ絶対言ってないですよね。元々の人は言ってないと思うんです。逆に失敗例みたいなことは、失敗例といえば今はすごく何でも情報が手に入るんですよね、うん、例えば UH とかC 値とか、なんだか動画を見ると俺は知ったような形になっちゃう可能性のある方がいるんですよ。でそれで工務店さんに行った時に、この工務店さん全然何も知らないよっていうのはちょっと違うんだなって思うんですよね。だからその得た情報っていうのはすごく浅い情報で、もっと深いことをずっとやってるのがプロの職業であるのに、この会社はダメだよみたいなを言い放すとか、しかももっといけないのは建ててる方がそれを思っちゃって、ここダメなんですけどもう頼んじゃってるんですっていう相談もあるんですね。それ違うんだって、あなたが選んだことなんだから、あなたが信頼をすればその会社はしっかりいい建物を建てるのにな、信頼しないからいけないんじゃないかなっていうところがあって、よく相談ではそういう方にはなんでそんなに心配になるんですかっていうことを話すと、いやとにかくなんか何も知らないからって言うんですけど、いやあなたよりは当然詳しいと思いますよと、私はそう信じたいし、そうだと思うんですよね。もっと言うと深い建築のレベルとか不動産のレベルがあるので、そこをちゃんと理解していかないといけないかなと思います。今おっしゃったのはその、うん、まあ、UH ということでも表面的なことだけで判断するんではなくて、まあ総合的なことで、まあ耐震性だったり耐久性だったりデザインも間取りももうありとあらゆることが複合的に関係しているので、総合的に判断した方がいいということですかね。かといって私が動画で UH が大事だよとかって言ってるんですけども、でも本来 UH は自分たちが知っている必要性がない状況にあるのが正解なので、選ぶ方がどういう家建てるのかっていう目利きを持たせる一つの知識でしかないっていうところなんですよね。でそればっかりに振り回されちゃう方がすごく多くて、そ
そうすると失敗しちゃってるな、だったら動画見ない方が良かったんじゃないかなって思う、うんうんね、動画でたまたま出会った一部の情報で、はい、まあ、それだけに没頭してしまうとマイナスがあるってことです。見てほしい YouTube、ね、YouTuber っていうのがいて、ぜひぜひ教えてください。それで言うとまずは私私の動画の作るコンセプトって怖いこと言うんですよね。欠陥住宅がありますよって言うけれども、それに対応する対策を最後にちゃんと 言わないといけないって私は思ったんで、そういう怖いことだけ言う動画が多いんですよね。こんな住宅になっちゃいましたさよならっていう動画じゃなくて、こんな住宅を手に入れたらこういうふうに復帰ができるよと、あの最後の結論があるっていう動画にしたのが私なんです。プロから見ても、はい、日本で一番こう客観的にお客様にアドバイスされてるのが本橋さんの動画なので、だからまあ一番あのチャンネル登録数が多いんだと思うんですけれども、うちの社員も勉強させていただいてますね、実は。とてもあのテーマごとに不動産だったり建築だったりたくさんあの動画があるので、本橋さんの動画を見ていただいて、あの今上がってる動画全部4日ぐらいかかります。寝ないで4日見てください。そうなんです。これ絶対見てほしいのが松尾設計室さん、もうこれはマジで言ってることが正しいというか、ブレてるところがない断熱とか温熱環境、住環境に関しては見てほしい。最近動画上がんないんですけどね、最近もう忙しすぎてお休みされてますね。寂しくてしょうがないんですけど。松尾先生の動画はどのあたりが一番お好きですか？本当に詳しい。あ、ね、なんていうのかな、私はなんとなく聞いたその松尾先生のセミナーを聞いたことを YouTube にしてるっていうんですけど、その大元ですよね。確かに大元ですよね。大元が全部話をされたんで、もう我々話すことがなくなってしまいますよね。そうそうそう、まあ、もう少し分かりやすく私は噛み砕いて伝えようという感じですかね。他におすすめの方は、あとは同じ横浜なんですけど、構造塾の佐藤さんですね。耐震性とか地震の、そうですね、だから温熱は松尾先生、耐震とかは佐藤先生っていうところですかね。まあ、耐震特急3が大事だよっていう話を言ってるんですけども、耐震性については佐藤先生の動画が一番客観的で、客観的だし、まあ、正しいこと言っていると、まあ、本来プロ向けの動画でしょうけど、結構一般の方も見られてますよね。そうですね、そうですね。他にはいらっしゃいます？最後はあれですかね、エッコワークスの、あ、うちですか。うちの動画は大学の先生シリーズ含めてちょっとマニアックな面もあるんですが、はい、まあ、マニアックすぎる。マニアックマニアックさはすごくいいですし、うん、ユニークだし、うん、他の方ができない、うん、すごい動画伸びてますもんね、うん、プロも見たら本当に面白いし、一般の方もこっから楽寿の本橋さんはこう言ってるんだって、すごい何段階も下がったところの私は情報言ってるっていう話。私の思いとしてはその、まあ、国の住宅政策を議論しているような先生方がどんな空気感で、どんな熱感で研究されたり政策提言されているかという方を、今まであの講演会でプロだけが聞く状況でしたけど、やっぱり一般の方にもダイレクトにこうお伝えしたいということで、まあ、あれ始めたんですけどね。ああ、すごいですよね、面白い、まあ、先生方の研究やお気持ちが他の方に伝わって、うん、でそこでキャッチボールがあって、うん、まあ、少しずつこう家作りが良くなっていくといいかな。そうですね、そんな、まあ、情報の、まあ、大元を 見といて、あとは言ってる方を選別できる一つの基準になるかなっていうところですよね。最後に、住まい作りへのアドバイスを、うん、ぜひお願いできればありがたいです、はい。まあ、YouTube を見ていただいて成功する人は成功するんです。で失敗する人は失敗しちゃうんです。その失敗をしない方法が、情報をしっかりと選別する能力ですね。単刀直入に言うと、頭でっかちになっちゃダメだよって。その情報数値だけで頭でっかちになって、自分が接種で、接種だから偉い、偉くて俺の方が詳しい、こんな会社に作ってもらうんだみたいな方がたまにいる。そうなっちゃったら失敗しますよって、真摯に話を聞くと良いかなって、ちょっと言い過ぎかもしれないのでごめんなさい最初に。 YouTube の情報をそれだけにこだわりすぎないようにということですかね。なるほどですね、うん、ただ大きな情報源であることは間違いないし、一般の方がプロ並みの情報を持ち始めてますよね、局所的には。局所的に、薄い状況でプロ並みな情報があるんだけれども、うん、そういうもんじゃないんだ、うん、だから世襲力って言って、世襲の力
まあ、選ぶのもあなた自分なので、その選ぶ、うん、責任能力とかセンスを磨いてもらえるのに YouTube は大事な要素かな。今日は日本一の住宅系 YouTuber 楽寿建築の本橋さんをお訪ねして、 YouTube を活用して住まいづくりをどう成功させるかということをテーマにお話をお伺いいたしました。今日は本橋社長ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さよなら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 。